こんにちは。カナダ在住の山達です。CIA の犯罪隠蔽ということで話をしていきたいと思います。まず最初、続報を2つ行きたいと思います。1つ目がウィスコンシン州パレード事件に関する話ですね。もう事件の概要を何度も何度も喋ってますし、過去にまとめ動画も作りましたので、なんだこの事件っていう風に初めて見る方はですねあの、ぜひ過去の動画をご覧いただけたらという風に思います。はい。えー、犯人のダレル・ブルックスなんですが、保釈されてるさなか、今回この とんでもない事件を起こしたわけなんですよね。で、その保釈のね、その設定の仕方、問題あるんじゃないかっていうことで、かなり話題になってるわけなんですが、え今回、その保釈決定の時に使われた資料が公開されました。その中でも一番衝撃を当てているのが多分ここなんですね。見方としては、NCA っていうのが1から6まであると思いますが、これ、保釈した場合、新たに犯罪しないかどうか、要は再犯のリスクがあるかどうかっていうのが、まあ、この1から6段階まで評価。 そして FTA というのは、えー、逃亡リスクということで、正確に言うと、期日に裁判所に出頭するかどうかのその信用度を表すようなスコアですね。まあそれが1から6までということで、じゃあ今回のこのブルックスはどこにあるのって言ったらここですよ。犯罪を犯すリスクはマックスの6。逃げる確率はって言ったら中の上ですね。はい。まあ、で、もう真っ赤っかのラインの中なので、普通に考えてこれ出しちゃまずいでしょっていうものなんですね。 でえ、さらに言うと、これ多分検察ね、本来6の6にすべきだったんですよ。というのも、過去3回保釈中の逃亡歴あるわけなんですね。にもかかわらず、これ4にとどまってるってのは、これありえないわけなんですね。しかも、今回逮捕されたわけなんですが、その直前11月に逮捕された時も、保釈中の逃亡っていうのが罪状の中に入ってるわけなんですよ。直近でそれがあったにもかかわらず、また4にするっていうのは、ちょっと変な話なんじゃないかっていうところがあるわけなんですね。はい。 ま、この辺のとことかを考えていくと、まあ、それは裁判所がね、突然音声記録残ってないすんませんって言い出す理由がなんとなく分かってくるかなというふうに思いますね。はい。ということで、改めて、えー、その、保釈をするときのね、その、決め方というか判断基準っていうのが、ちょっと危ないんじゃないのっていうところが、ま、かい見えたような資料が出てきたということですね。はい。で、あともう一個ね、これあの、あんま事件とは、 関係あるっちゃあるんですが、個人的にちょっと吹き出しちゃったものを皆さんにご紹介したいと思うんですが、これニューヨークポストの記事で、まあ、そのブルックスがその刑務所非人道的に感じると、要は生きた心地がしない、人間のように扱われてる感じがしないんだっていうふうに訴えてるということなんですね。で、まあ何言ってんだっていうふうに言うのはそのツッコミとか一回横に置いといてくださいね。で、それに対するコメントで一つあった、すごく個人的に面白かったのが、 それはみんなが彼のこと車扱いしてるからじゃないかっていうことで、もう見事な皮肉なんですよね。何回かご紹介しましたが、今回その犯人の肌の色に関してで、まあ、メインメディアが全力で犯人隠して、で、代わりに車がさもこの事件を起こしましたみたいなトップ、あのヘッドラインが踊ってたんですよね。うん、まあそれが原因なんじゃないのみたいなね、すごい皮肉の効いたコメントがあってね、個人的に吹き出しちゃいましたので、はい、今回ご紹介させていただきました。はい。 ということで、まず一つ目、パレード事件に関する話でした。で、続いて、膝男のお犬を関するお話ですね。あの、コルテスライスという男で、えー、以前、カイル君の裁判、ずっと僕追いかけてたじゃないですか。で、その中で、陪審員の写真入手したっていう風に主張する動画が公開されたの、皆さん覚えてますか これ後に削除はされましたが、まあ、明確に売信員に対する脅威になるじゃないかっていうことで、評決結,結果に影響でないか心配されていたし、もう多くの方がコメントしていましたし、僕も多分動画の中で話したと思いますが、こんなこと許されちゃダメでしょと。で、警察何やってんだっていう話はしたんですよね。 で、実際、警察ちゃんと動いていたようです。逮捕状が出されていたようで、今回も逮捕されているということです。えー、売信員への接触の罪で逮捕状が出されていたということで、えっと、まあ、逮捕されたのは偶然と言えば偶然のようなんですが、この人ね、なんかスピード違反で捕まったらしいんですよ。もうなんからしいよねっていう感じがするんですが、えー、スピード違反で捕まった時に、交通切符切られてる最中に、あれお前逮捕状出てるじゃんっていう風になって、で、まあ、その場でね、お縄になったということだそうなんですね。はい。で、もうすでに、 保釈金が設定されているようでし、て500万円になるようなんですね。で、その寄付を募る予定だっていうふうに友人と思われる人がツイートしているのも今、えー、見ました。はい。まあ、ということで一応警察は動いていたということですね。まあ、一つ思うのはあの。 逮捕状を出しただけで直接動いてないんだっていうところはあるんですが、まあそこまで暇じゃないっていうふうに警察もね、言ってくるかもしれませんからね。はい。まあいろいろ皆さんもね、あのみんな忙しいですからね。あの、予算とか削られまくって大変ですしね。あの、ミネソタ州ら辺はね。はい。まあというようなことで、えー、こんなことが起きていましたということです。はい。ということで続報二つ目でした。では、えー、ここからは CIA の犯罪隠蔽に関する話ですね、えー。バズフィードが情報公開請求により CIA の内部監査資料を入手しました。 一般人であれば、逮捕、起訴、有罪判決が出るはずの犯罪が内部処理されていた実態が明らかになってきたということなんですね。 2004年から2019年の過去14年間で少なくとも10人の CIA 職員、CIA の契約職員の未成年者に関する性犯罪が発覚していたということです。これ、あの、直接手を下すパターンもあるし、あの、画像とか動画を所持していましたっていうパターンですね。そういうものも含まれます。中には、FBI の潜入捜査官に引っ掛けられたっていうパターンもあるというようなことで、まあ、あの、とにかく全部、 犯罪として普通の人だったら逮捕起訴されて、有罪判決出て性犯罪者としてリストに載るってね、そういうものなはずなんですが、CIA 職員はあれそうじゃないのみたいな感じになっていたということですね。10人のうち5人は解雇自主退職。4人が CIA のセキュリティ部門に判断を言われてなんかごちゃごちゃとしたと。で、1人は黒塗りされていたためよくわかんないよっていうことなんですが、10人中10人とも犯罪者なわけなんですよ。でも起訴されたのは1人だけだったっていうことなんですよ。 これ聞くと、ああ、なんかその政府の上にいると、やっぱりいろいろ特権あるんだねっていうふうに皆さん思っちゃいますよね。はいまあ、その通りなんですが、まあ、一応 CIA 独自の、なんだろう、まあ、独特の理由があると言いますか、はいまあ、だ,だからといって許されるものじゃないんですが、CIA 職員起訴した場合、報復として、 機密情報の漏洩の危険性があるわけなんですね。まあ、その辺もあって、なかなか強く出れないっていうところがあるそうなんですが、じゃあ過去に何があったのかっていうところを言うと、え例えば2歳とか6歳の子供に対して手を下した人は解雇で終わってると。 で、動画を持ってましたよっていう人は自主退職。CIA 業務用のパソコンで画像とか動画を所持してた。で、なんかこれで、なんかね、CIA の Wi-Fi を使ってダウンロードして、それをネットに、ね、さらに拡散であげたりとかしてたっていう、まあこの人はよくわかんない感じで黒塗りのマックスだったらしいのでよくわかんないらしいですが、えー、まあ起訴はされていないようなんですね。 で、あと FBI の覆面捜査員に引っかかった、まあ、あの、ハニトラに引っかかったって言ってもいいかな、ね、い、いかもしれませんが、まあ、その人は契約打ち切りになったということです。で、いずれも起訴はされてないんですよ。まあ、なので、機密情報の保護を条件に、司法取引の可能性があるわけなんですね。まあ、要は、お前もし何か喋ったら、あの、何にも喋らなければ起訴はしないと。ただし、何か一つでも喋ったら即起訴するからなと。 で、そうなった場合、もちろんどんな風になるかって言ったら、まあ100、100%有罪出て、で、顔は出てくるわ、で、犯罪者リストに乗るわっていうことで、えー、まあ、自分の汚点にしかならないわけなので、まあ、うまいやり方かなとは思うところはある一方で、機密保持を盾に犯罪が許されている実態があるわけなんですよね。まあ、果たしてこれは許されるのかどうか。そして、そういう風うに機密保持をさせないといけないぐらい情報を知っているわけなので、それなりに にいろいろ知ってるわけなんですよね。はい。まあなのでこれはね、えー、まあ政府の闇っていうふうに言うことができるかなっていうふうに思うんですが、あんまり気持ちのいいものじゃないねっていうふうに思っちゃいますね。はい。でえ、ちなみになんですが、この内部監査資料の中で発覚した10人のうち、逮捕起訴されたのは1人だけだっていうことなんですよね。で、この1人何なのかって言ったら、画像所持の疑いで捜査を食らったわけなんですよ。 でその画像所持の操作をしている中でおいお前個人用のハードドライブ内に CIA のシステムに関する重要な機密文書大量に入ってるじゃないかっていうことがバレたということなんですよ。 まあ、つまり、この人、情報漏洩をする気満々だったんじゃないかっていう、そういう疑いがかけられたわけなんですね。で、まあ、その結果、解雇起訴されて、有罪判決を受けたということなんですが、まあ、の、有期刑がどれぐらいなのかとか、その辺はわかんないです。黒塗りされすぎてて、よくわからないんですが、とりあえず、も性犯罪者リストの中には載ったということなんですね。 で、これ見ると、その同じ犯罪、さっきも言いましたけど、CIA の施設で、CIA のパソコンで、CIA の Wi-Fi 使ってえ、ダウンロードしてたようなその、とんでもないアホもいるんですよね。で、彼は解雇されただけで住んでるわけなんですよ。でも、えー、この人は違うんですよね。 まあ、その基準としては多分情報漏洩の危険性とかで扱いが違うように見えるかもしれないんですが、もしかしたら順番逆の可能性もあるんですよね。その画像所持の疑いで操作したらこれが発覚したじゃなくて、これやってる疑いがあるから、とりあえずこれで操作するっていう口実でやってっていう可能性もあるわけなんですよね。まあ、あともう一個は内部職員への見せしめの可能性もあるわけなんですよね。お前らやりまくって、なんかいろんないらんことしまくってるけど、 情報漏洩みたいなことをするようだったらこういうことになるからなっていう見せしめの可能性もあるわけなんですよねまあ、この辺は単なる想像でしかないわけなんですがまあ、ただこういうふうに人それぞれで同じような犯罪やっていたにもかかわらず扱いが違うっていうところからいろいろ理由はあるのかなっていうところは想像をつくわけなんですよねはい。まあ、こんなことが一つ分かったということですでもう一個この内部監査資料とは全く別件で性犯罪でも基礎 逮捕されて起訴された元 CIA のソフトウェアエンジニアがいるんですね。この人も名前も公開されてまして、ジョシュアさんっていう方なんですが、何年名前まで出るぐらい有名になってるのかって言ったら、あの、ウィキリークスが暴露した CIA がハッキングツールに使ってるボルト7っていう話、皆さん覚えてますかあれに深く関与していた人物だそうなんですね。 っていうことで、その人は、えー、まあ、ボルト7流出ってね、CIA 史上最悪の情報流出っていうふうに言われていたので、まあ、それに関与したっていうことで、もう名前も出てくるぐらい、いろいろ大きく取り沙汰されてるところがあるということで、で、しかも本人はこの画像処置に関する容疑を否認してるんですよ。なので、えー、まあ、どっちが言って、本当のこと言ってるのかわかりませんよ。わかりませんが、 まあ、こういうことやったらどうなるか分かってんだろうなっていうふうに見えなくもないところがあるっていうことで、まあ、いろいろと政府の闇を感じさせられるなっていうような、そういうバズフィードの記事になっていました。はい。えー、ということで今回ね、あの、政府の闇を感じさせるような動画を作ってみましたが、皆さんいかがでしょうかはい。まあ、あの、あんまりね、深いところまで踏み込まない方が平和に生きていけるんだろうなっていうふうに見てて思いました。はい。ということで今回の動画は以上にしたいと思います。えー、最後は、またかいなっていう話なんですが、以前、皆さん覚えてますかね、あの、 このウェットフードですね。この2匹ともね、まあ、タヌキは本当に何でもバクバク食うので、味は多分気にしてないと思うんですが、デブちゃんね、あの、サーモン以外本当に食べないんですよ。このウェットフードってね。で、えっ、ー、と、普段100ドルぐらい、100円ぐらいあ、ごめんなさい、100ドルじゃないですよ。1万円だ。えっ、ー、と、普段、えっ、ー、と、1ドルするかしないかぐらい、まあ、100円の缶をあげてたんですよ。で、それバクバク食べるんですね。で、これ3倍の値段する3、えっ、ー、と、3ドルなんで300円ぐらいのやつをあげたらですね、前、 サーモンのやつなんだけど、無視。サーモンと、えっ、ー、と、なんだっけな、あれは。なんか、ちょっとした味付けがあるやつ。はい。は、もう、食わなかった。で、今回も、えー、もろサーモンだけなんですよ。でも、食べないっていうことで、なんなんでしょうね、本当にね。<laughs> 結局、タヌキが両方ともバクバク食べちゃったんですが、はい、あのー、 ややっぱりお気に入りのやつ以外食べてくれないんでしょうかね。なんか安いやつの方がいろいろ味は感じるところがあるんですかねそれはそれでなんか危険な感じがして嫌なんですけど、はいまあ、ただ、ね、本人はとりあえず高級なものは食わねえぞ俺様はみたいな感じになっていました。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。